信号を渡っていった人たち、昔も荒い言葉遣いの人たちでしたね。左側に曲がっていってますね。先ほどの映像の続きです。多分老人男性だと思いますけども、さっき遠く離れた距離でかなり大きな声で叫んでましたんで、わーわー言ってましたんで、別の店舗の中に入っていくところみたいですね。同じ帰り道の方ついてきてたいるようにも見えたから警戒したんです。一応5人以上がいましたね。そこのバーの中に入っていったみたいですね。だと思いますよ。この方はいないんで。一応現象としてその歩道橋ぐらいのところから、録画をし始めて、ポケットの中の携帯スマートフォンをポケットの中に入れて、でそれをした瞬間、大きな声でわーわー言わなくなりましたね。とりあえず様子、家出る前からそうだったんですけども、20時に達してるのに春山整骨院に車があふれ返っていて、1台はもう路上駐車違反ですね、道路交通法の5分以上の停車。まあその状況を見た時に、まあなんか変だなって思ったんですよ。まあ待ち伏せ行為とかしてくる人間が存在するかなと思って、そういうのはしょっちゅうあるんで、年齢はその20歳前後のものもまで含めてですよ。一応まあこの録画機能をつけておけば、その何ていうんですかね、こちらを攻撃してこなくなる、基本的に相手を撮影していなかったとしても。一応まあ証拠作りということで相手を撮影してますけども、5人組とか6人いたと思いますけども、5人組の時とか、そこそこ見ますね、あの時間帯。もし、そしてこのまま録音したら、自宅に帰りたいと思います。録音録画、
思い出したので、録音しておきます。あのバーで飲んだ後、僕の家の横までごちゃごちゃ言いに来ましたかね。喧嘩売るようなこと。それしょっちゅうしてたかどうか。もともとあの時間帯から集まって、大川駅前でタムロで、そこで何か言ってくる。もしくは、そのまま僕の家の方まで歩いてきて。昔それがバレた方の人たちでしたよね。でもやっぱりまだ同じ行動集まったらしてしまうんでしょう。